貴様らは人間を滅ぼすつもりではないのか。今は違います。これは私の理想のため、いや人間と魔族の平和のために必要なんです。魔族、人間にも多くの問題がある。それをどうやって変えていくか。喧嘩はしたくありません。お茶を飲んだりして解決するのがいいです。協力者の名前を言え。敵ぐらいは取っている。ある、生きの良さそうなお兄さんたち。まったく、人間ってのは恐れを知らないのか。そんな人間たちのためになんでわしが協力しなければいけないんだ。もしあなたたちの平和を取り戻せるとしたら。アイク、決断したのだな。はい、イバリアさん、魔族と人間が共存する最初の町にすると。今まで魔王軍と人間が条約を結んだことってあるんですか。だからサティを連れてきたんだ。人間と魔族が仲良く過ごせることをアピールするために。貴殿には優秀な部下がいると聞いている。そのものをこのまま放っておくわけがあるまいな。すまん、アイク。魔族なのに温かい手を持っておる。人間と魔族が一緒に働いてるなんて、こんな光景見たことない。お前はきっと世に多くをもたらすであろう。お城の中にぎやかになりましたね。そうだ、これから忙しくなるぞ。魔族と人間が共存できる街づくりのために。